はい、どうも山本キラーです。今日はですね、ちょっとね、ワクチンを打ってまだ腕が痛いんですけど、日曜日にね、ワクチンの、1回目を打ちまして、で今日が、火曜日、2日目ですね。でもまだ痛いですね。だいぶ痛みはね、和らいできましたけど、はい、まあ、こんなに痛いんだなっていう感じですかね。ちょっとね、腕が上がらないぐらい痛かったんですけど、だいぶ、はい、上がるようになりました。はい、でね、本題の方にね入っていきたいと思いますけど、オープニングにもねありましたように、ちょっとですね、正直ね、私レフキーを、ほぼほぼ使ったことがなくてですね、友達のねイベントで、記録係としてカメラをね使う機会があって、その時に他の方のねカメラを借りて撮るよりも自分でね用意して撮りたいなっていったところで、当時はねペンタックスのねカメラを購入して、そのねイベントの撮影を行いました。はい、その時は、写真メインだったんですけど、でそのままの流れで私もねいろいろと動画にね興味を持って、で、私のね、それも友達の、ライブイベントの、動画のね収録をするということになって、その時に、ルミックスをね、購入したんですよね。はい、そういったこう経緯がありまして、基本的にレフ機はね一応使ったことがあるぐらいなね、感じなわけなんですよ。はい、何も分からず、その時はもうレンズの交換することもなく、カメラをね、使っていたので、私としてはね、ミラーレスしか使う機会はないんじゃないかなというふうにね、思ってはいたんですけど、いろいろとその、思うところがね、ありまして、やっぱりそのミラーレスのね、前身であるこのレフ機っていうものが、どういったカメラなのかっていう部分と、でレフ機でね動画は撮れないのかっていうねところも思いますし、実際そのこのね一眼レフからミラーレスになぜ映れないのかなっていうところもね、気になるところでもありますし、そういう意味でもちょっとね、使ってみたくなりまして、今回ねニコンさんからこのね D780 を、お借りして、あとレンズをねなんかたくさんレンズをね送ってきてくれまして、何個あるかな、 1,2,3,4,5,6,7、 はい、7種類のね、基本的には標準、広角から標準のね単焦点を中心に、お借りしました。はい、なのでちょっとねその辺のお話をね、していきたいっていう部分と、本当に特にそのニコンの一眼レフを私はね、もうほぼ手にしたことがない、使ったことがないっていうね、レベルなので、ニコン Z のね、動画ではミラーレスは使ってはきてますけど、もう本当にレフ機はね、縁がないというか、必要性を感じてなかったので、使ってきてないんですけど、で今回はその D780 を選んだ理由としては、私の中では、どちらかというと一眼レフとミラーレスのちょっとこうハイブリッド的なね、立ち位置にあるカメラなんじゃないかなというふうにね、思いまして、こちらをねお借りすることにしました。はい、でこのね D780 に関しては結構動画にもね力を入れているモデルなんじゃないかなといったところで、外部レコーダーを使う形にはなりますけど、これもねN ログだとか HLG が撮れる形にもなってますので、この辺はニコン Z6 だとか Z6II に限りなくね近い、一眼レフカメラなんじゃないかなという感じですかね。はい、そういった印象を、私はね持っているよということになります。はい、で今回はもう全然今ね開封したばっかりで本当軽くねパシャパシャしてみましたけど、で今ついているレンズが 58mm の F1.4 のレンズですね。はい、
結構そのノクトっぽいレンズなのかなっていったところで、これはね一つ気になったのでお借りしています。でやっぱり軽くね、さっき開けて見てみただけなんですけど、まあやっぱりね、このなんでしょう、そのファインダーのやっぱりラグというか遅れはねないですよね。これは多分ね、実際両方見てみないとまあわからない部分かと思いますけど、まあミラーレスってニコン Z もねすごく見やすいかとは思うんですけど、そのなんていうかな、こう横にね振った時にちょっと遅れてくるんですよね。まあそのあたりがまあ私も正直気になってました。でやっぱりこのねレフ機に関してはそういったところがまあ一切ないので、もちろんその鏡でね映ったものをまあ映し出してるんで、まあそんなことはね、まあ、ないですよね。はい、まあこの辺がやっぱり圧倒的に違うんじゃないかなっていう、まあ皆さんがなかなかそのミラーレスに映れないまあ原因の一つなんじゃないかなというふうに思いました。はい、あとはやっぱりねこのシャッター音ですよね。なんとも言えないですねこれね。ピントがこれねすごいよねいやこれはねやっぱりミラーレスでは感じられないところの一つですよね。このねまあ音がやっぱりこの撮ってる側としても興奮してくる感じもねまあありますし、でモデルさんにとってもやっぱりこのね撮られてる感は、まあ、出るのかなというふうに思います。いやこれねいいですよね。でまあ気になるのはやっぱり特に動画の場合はこのねフォーカスの音が、まあ、気になるかなっていう感じ。あこういう感じね。ちょっと音が入ってるかどうかわかんないけど、うん、そうこの辺の、まあ、音が、まあ、気になるんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ正直な話、まあ、今もそうなんですけど、その内蔵マイクでね撮ることって、まあ、もうほぼ私はないわけなんですよ。まあ、それで考えたら別にねこのレフ機でフォーカスのね駆動音が、まあ、うるさくてもその辺は問題ないんじゃないかなというふうに思っています。まあ本体にねマイクをつけてしまえばやっぱりどうしてもこの駆動音はね、まあ、入るかと思うんですけど、まあこうやってね別で撮ったりだとか繋いでるマイクに関しても話してね撮っているんで、その駆動音が入るっていうことはまあないかなというふうに思っています。まあそのあたりはまあ工夫次第だと思いますので、全然ねまあ、レフ機であっても駆動音が多少なりともうるさくても動画をね撮ることはできるんじゃないかなというふうに思います。はい、だからそこはね問題の一つではないかなという感じ。まあでもやっぱり内蔵マイクで撮りたいだとか、まあ、ここのね、ホットシューの上にマイクをつけるっていう方はちょっとねやっぱりレフ機では難しいところはあるかと思います。まあでも最近はねワイヤレスマイクだとかも流行ってるんで、まあ、その辺考えたら、まあ、全然問題ないかなというふうには思います。ちょっとね、話がだいぶ逸れちゃいましたけど、まあ、借りてるのが、このね、D780 と、こちらの、58mmF1.4 のレンズですね。で、他にも、まあ、ここにずらっと、まあ、並べてますけど、よいしょ。まず、大きいところから行くと、これが 50mm の F1.4。でもこれで軽いですね。これで軽い。軽いね。軽いしコンパクトなのに F1.4 なんですね。はい。まあこれだとか、これも 50mm の F1.8。まあさらに軽いか。あんま変わらんかな。うん。はい。はい、こちらのレンズだとか、これはまあまあ重いな。35mm の F1.4。 はい、でまあまあね重いですけど、うん、まあこれだとか、
これは、35mm の F1.8 ですね。ちょっとね、これ、この辺がピントぴったりかな。はい。で、これもまあまあ重いけど、24mm の F1.4 ですね。これは私結構好きかも。うん。はい。で、20mm の F1.8。はい。まあ、以上ですね。はい。結構ね、私も、どんなレンズがね、あるかっていうのも知らずに、ニコンさんにね、お願いしたので、一通りなんか送ってきた感じですかね。はい。まあ、なので、ちょっとね、これらのレンズと D780 を使ってですね、まあ、いろいろと検証だとか、まあ、私なりに、ちょっと撮影をしてみたりだとか、まあ、写真を撮ったりだとか、まあ、していきたいと思っていますので、まあ、またね、何か私もなんせ、レフ機のね、まあ、初心者みたいな、まあ、形になりますので、その辺コメントだとかでいろいろと教えていただけたらなというふうに思っています。はい。まあ、今回はね軽くご紹介だけになりますけど、まあ、やっぱりね私のチャンネルでは動画にね特化した形でやってますので、まあ、今度はこのねD780 を使って、まあ、実際のところ動画どうなのかっていうところをね見ていきたいと思っています。あとやっぱりこういった形でね、動画を撮る際にそのフォーカスの動きだとかも、まあ、気になりますし、まあ、この D780 に関してはほぼほぼ Z6 ぐらいのね、まあ、性能を持っているかと思いますので、オートフォーカスに関してもそんなに問題はないかとは思いますが、まあ、ただね、やっぱりレンズがミラーレス用のレンズじゃないので、その辺のね、動きが、まあ、どうなってくるかなっていうのは、ちょっとね、心配なところではあります。はい。もう、これはね、すいません、本当に使ったことがないから、何言ってるんだよってね、思われる方もいるかもしれないんですけど、そこはね、本当に勘弁してください。はい。本当になんせ、そういうね使い方をしたこともないですし、レフ機自体もね、まあ、ニコンさんのレフ機を使うのももう初めてになりますので、まあ、なので逆にね教えてもらわなきゃいけない部分があると思いますし、まあ、動画の部分においてはまあ私はねしっかりいろんなカメラを使っていきながら動画をね撮っていきましたので、まあ、今回もねこのね D780 を使って、まあ、どういった動画が撮れるのかっていうところもしっかり見ていきたいと思っていますので、またね次回以降の動画も楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。